ロシア国立図書館は、ロシアの首都モスクワにある国立図書館である。ソ連時代の名称は国立レーニ人図書館。ロシア国内最大であるとともに、世界でも最大級である。なお、ロシアにはもう一つ、ロシア国立図書館と訳される公共図書館がサンクトペテルブルクにあるが、全く別の図書館である。モスクワのロシア国立図書館が設立されたのは、 1862年6月1日のことである。当時は、モスクワ初の公共図書館として、モスクワ公立博物館とルミアンツェフ博物館の付属図書館、あるいは単にルミアンツェフ図書館と呼ばれていた。ソ連時代の1925年から1991年までは、ソビエト社会主義共和国連邦国立、ベイレーニン図書館と解消されていたが、 1992年に現在の名称になった。1922年から1991年には、いわゆる農本制度によって、ソ連国内で出版された書籍は、少なくとも一冊をこの図書館に収めることが義務付けられていた。現在でも類似のシステムは残っており、この図書館は、ロシア国内で出版された文献を、 1> 各一冊ずつ収めなければならないことが法的に定められている。現在、図書館内の書棚は全長 275km 以上にもなり、収蔵している資料数は4200万点にも及ぶ。そこには1700万点の書籍、1300万点の新聞、35万点の学府、音声資料、15万点の地図などが含まれている。ロシア語文献のみでなく、 世界の247こと語の文献が収められており、外国語資料の占める割合は全体の約3割にもなる。図書館の正門前には、ロシアの文豪、ドストエフスキーの記念碑が建てられている。ありがとうございます。